ファンの人たちに対しても夢を与えたいと思います。これはもっと上に突き抜けていきたいと思って、なんかやりたいことをやっていきたい。ファンの人なんか俺の色ってあるからね。なんか YouTuber とは違う俺の色ってあると思うし、5月23日に挨拶動画の初投稿したんですけど、来年の5月23日までに私は仲良くて、同じ中学で、まあ、1個上の先輩なんだけど、俺は結構同級生と仲良くなかったから、なんか親友みたいな感じだね。そうだね、うん、で結構変わり者で、うん、彼も今の時代にインスタとかツイッターとか全然やったことなくて、うん、まあ今あの YouTube やるにあたってあの作ってもらったんで。そうだね、出会いは岡くんっていたじゃないですか、あの、うん、よく出てくる、うんうん、まあ、あの先輩と同い年なんで、結構まあ、うん、中学の最初の辺仲良かったっけ。まあごたごたとかはなかったかな。あんまなかったね、うんうん、まあ、でも吉田君はなんか一個上のリーダー的存在だったよね。まあそんな感じだったのかな、うん、俺はまあ一個下だけど友達はもうおらんから一個上の友達としておったみたいな、うん、まあ、中学の時他の一個上の人だと仲悪くてよく喧嘩になっとったみたいな。強敵じゃないけど、そう本当に大変だったでしょ、あの時は。俺から喧嘩売っとったわけじゃないからな。でも売られたら買いますよって感じだったよね、うん、まあ負けるとも思っとらんかったしね。まあ、やるならやるよみたいな感じだったかな。2人は喧嘩したことあるんですか。2人喧嘩したことあるよね。1回1回あるね、うん、高校に上がって、うん、要はなんで喧嘩になったんだっけ。あれなんでか忘れたけど、俺もよくわからんけどなんか俺が中学3年の時だよね。だからそうだね、うん、よりヤンキーになった彼らが来て家に、こっちが受験勉強した時に、まあ、俺も高校行きたくなかったから適当に勉強やっとったんだけど、とりあえずいきなり来たり、うん、まあなんかよう分からんけど喧嘩になってなったね。うん、まああれなんじゃない、なんか高校でさ、うん、より洗礼を受けてじゃないけど、うん、なんかもう髪型とかさ髪色とかも変わってくるやん一気にそこでまあとりあえず俺を締めとこうみたいな感じなんじゃない、よう分からんけど。え、実際そこのとこどうなんすか。え、もちろん潰す気ではおったかもね。それはもちろんやるってなったら、あで、まあ中学校の前に呼び出して、で、まあ来て始まったはいいけど、お互いの攻撃が当たらずになんかずっと続いて、うん、もうこれいいんじゃないみたいになってそういう感じで終わったよね。そう、うん、吉田君も身体能力めちゃくちゃ高いですもんね。そう、俺もなんか何やってもできるって言われとって身体能力一番あったのよ、同級生の中で、うん、まあ、それと同じぐらい身体能力があるし、基本何やってもできるよね、まあ、歌とかも上手いし、うん、いや、まあ、結構万能、なんか好きなことが本当に似とるよね。まあ似とる、とにかくなんか性格もめっちゃ似とるって言われるよね。似とる、マジで似とる。なんか似とるから仲良かったかもしれない。リスペクトがあった、お互いにずっと、うん、うん、どっちも尊敬しとるみたいな感じで。下君もなんか一匹狼って感じですもんね。本当はそうなんだけど、なんかついてきとったね、みんな周りが。俺は別にあんまついてこんかったから、誰も、うん、ちょっとそこは違うかもしれない。結構仲間思いみたいなところがあるかもしれない。ミクルもでも仲間思いだよね。仲間思いなんだけど、俺の同級生にあんまおらんかったな、気が合う人が、うん、まあちょっと価値観が違ったかもしれない、いろいろ。でも真面目な人が多かったから、だから俺も一個上に生まれたかったなみたいな、いや思っとったもんね、俺らの世代に。そう、なんかちょっと違ったじゃん、俺の同級生。そうだね、うん、まあ、そんなこんなで、まあ青春時代を共にした、うん、あの50対2の喧嘩も残った最後の一人なんで、うん、そこ大事っすね、うん、そう多分みんな知りたかったと思う、その誰が残った、岡くんじゃなくて誰が残ったのみたいな。だってすぐ逃げたからねじゃあ、あれはマジで受けたわ暴走族に目をつけられてね、俺が。うん、まあ、どこも一緒だよね、多分それは。俺は暴走族にすごい勧誘受けてた、いろんな暴走族、たくさんあったから。でもまあそもそもなんか俺興味なかったって言って、いや別に興味ないねっつって、
だけど、まあ、ある時目をつけられてね、うん、でも俺暴走族だから何みたいな、逆にお前たちコアじゃ弱いでしょみたいな、うん、そしたらなんか3対3で喧嘩しようみたいなね、まあ、電話でね、うん、電話こっちもじゃあやってろうかっつって、で俺が電話に出て上等だおね、まあ若いからね、うん、上等だおねあららみたいな感じでかまして、てめえ名前なんだと言われて、いや岡じゃと、であとそっち2人朝倉と誰じゃっつって、友達と3対3なっつって、3人で行けばいいねって話してたら、みくるが3人じゃ絶対来ないと、いや絶対来ないと思ったらね、卑怯だなあいつって、10人ぐらい集めてこうと、7人ぐらい、うん、ほんで10人で行くかっつって、対戦場所に行って、まあ行ったらいなかったんだよね、あれ来んのかなと、うん、そしたらなんか蚊の音みたいなのが遠くから聞こえるよ、ブーンってあれなんかすごい量来とるよみたいな、ワン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 ってもうなんか音がおかしいみたいな、これ絶対10人どころじゃないわ、めちゃめちゃ遅れみたいなあれってなったんだあれ、そうそうそう、半端ない数来とるわみたいな、ブン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 、はぁマジかみたいな、やっぱ俺はすごいワクワクしたね、見に来ただけかもしんないし、でも集団でやろうとしてるから、まあ、分からんかったけど、まあ、なんかそもそも俺はあの頃からもう命はいらないと思ってたから、なんか人生自体がつまらないと思ってて、いつでも死んでもいいやと思ってたから、口じゃなくて本音で思ってたから、すごい生きてるなって実感したんだよ、その逆に、それと一緒におった俺からしたらもう疲れたよ本当に3対3じゃないの絶対に、あの感じ、まあ、そこから先は音楽に話してもらおうかな、言っちゃっていい？どんだけ暴れたか僕が。まず相手の一人の先輩が暴れ始め、みんな頭突きとかで鼻血ブーブーにされて、気づいたら逃げろったかな。うん。じゃあね、めちゃめちゃずるいわけやん、この人。一人が殴られてダッシュで逃げるやん。走って逃げたわけ。こっちの味方が。そしたら岡君が見てくるわっつって帰ってこんくなったよ。もう2回ぐらい止められてんの。いいよいいよとか言って。見てきます。でもう二度と帰ってこない漫画やんマジで。でこっちはもう怠慢とか言いとったけど、うん、そんな話も全くなくなって、うん、もうみんな鉄パイプとかヘルメットとか持って、もう一人だけね残って、僕はちょっと残ってなかったんで、そう二人で、うん、まあ、50人ぐらいでボコボコにされましたね。いろんな武器を使われて、安全靴、鉄板入れの靴ですね。いや俺も死ぬなと思ったから、ちょうど警察が誰かが通報して7台ぐらい来て、でも俺も捕まっちゃいけないから、まあ、そうだよね、俺もボコボコのまま走って逃げてそんなこともありましたね。オレンジで集合してね、そうそうそう、ミクルの目がね、何そのバイオハザード、うん、ゾンビ、うん、眼下抵抗節かなんかで、そう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 、もう鉄パイプで思いっきり目に入って、もう青くてさ、で俺はみんながもう僕んちに集合してるから、電気ついてるの分かって、こうやって来れたもん、あーみたいな、失礼しまーすみたいな、てめえ逃げてんで逃げるから普通に考えて、危ねえからや、顔こんなのったよね俺、すごい、ほんとすごかった。でまあなんか俺もそれがめちゃめちゃムカついてて、心折れてなかった、絶対やり返してやると思って、うん、で俺はそこで考えたわけよ、暴走族のやつと1対1やるにはどうしたらいいのか、暴走族に入ればいいんだ、違う暴走族に入って同じ権力を持って、そしたら1対1でいい、あーなるほどね、そこからですね俺が暴走族に入ったのは。でもやっぱりなんか暴走族に入ってみると集団でいじめたりするやつとか、うん、まあ、卑怯なやつが多いよ、武器使ったり、だから俺そういうのは全部止めてたけどね、だから不良っぽくないというかさ、あとあれうるさかったね、なんか物盗むなみたいな、万引きとかさ、まあ、友達とかね、いや中途半端だったね俺は、だからそういった意味では喧嘩が好きだっただけかもしれない。なんか最近で言うとさ、最近だけじゃないけど女の子に手出すやつとか集団でいじめたりするやつとかいるやん、ネットに上がってるやん、そういうなんかやつは昔から大嫌いだった。俺はもうやるなら1対1でやるよみたいな、まあその1対1の喧嘩自体もダメなのかもしれんけど、なかなかおらん感じだと思うね、曲がったこと嫌いですね、かっこ悪いことをするのが嫌いみたいな、曲がったことが嫌いだったのかな、何なんだろうね、なんか俺の中であったね、集団でやるのって恥ずかしくない、うん、確かにそればっかり言ってたね、集団とあと盗むなとかね、まっすぐなんだよね元から根はね、ただ喧嘩が好きだからそのヤンキーみたいな扱いを受け取ったけど、基本的に俺から喧嘩売ったこともないしね、見たことないね、うん、まあでも本当に地域が地域だから、うん、やっぱ売られることは多かったし、でも喧嘩して倒すじゃん、そしたらやっぱ先輩とか出てくるしね、うん、そうだね、切りないというかね、変な切りない、やっぱ仕返しであっちも根性丸出してくるわけじゃん、こっちも折れんとやっぱり1対1でやろうってなっちゃう、うん、だからそれもミクルの計算通りだったのかな、来たら1人で来るからね、いやでも2対1とかもよくあったし、なんか武器使ってくる相手、木刀とか持ってくるやつも結構おったからね、
まあ、そういう時はあの公園で自転車を借りて戦ってたけど、うん、最近はね最近のあれは悪いことしたね、うん、まあ、そんなこんなでずっと仲良く岡君たちとは遊びながら、まあ、喧嘩とか売られれば岡君たちも駆けつけて、まあ、でも俺は一対一でやりたいからで、まあ、それを岡君はなんかマニアみたいに動画に収めたりで絶対有名になりそうだなと思って。ああ、それは僕も会った時に感じたっす。ちょっと違うもんね。だから嫌いだったのかもしれない。もともと3対3の感じで、そう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 、ね、であと1人だよ、岡君がやろうとしたんで、ね、岡君と吉田君と俺だったよね。でも結構強いし俺たち、まあ、絶対負けんだろうみたいな感じで行ったらめちゃめちゃ来て、一番最初に逃げたやつがおって殴られて、うん、それを追いかけるふりして逃げた一番汚いやつあれマジ笑い話だったよね、うん、俺たちだけさ顔面ボコボコになってさ、うん、帰ってみんな無傷みたいな。あとはあの時は結構修羅場だったけど、まあ一人だけ残っとったからそこもでかかったし、俺のなんか印象的に、あ、まあ、俺は絶対一人でも行こうと思ってたけど、うん、もう一人仲間がおるってだけで、まあ、結構心強かったの、うんうん、その時どんな感じだったんですか。いや、どんな感じってこっちはもう袋にされて、こっちもこっちで袋にされてるから、そう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 、いくらの状況は分からん、うん、こっちで精一杯じゃん。パトカー来てみんな散ったもんね。そうそうそう、俺たちも逃げんといかんし、あれで喧嘩するだけで捕まるやん、こっちも。でもあれだよ、そのきっかけはさ、ミクルが勝ちそうになってそっから入ってったよね。そう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 、あ、これのままじゃその相手側が負けちゃうぞと、で、そっから始まったね。そうだね、ミクルが怠慢みたいな感じで、うん、その相手に勝ちそうになって5人ぐらい一気に入ってきたってことですか。そう、ヘルメットとかで殴ってきたもんね、鉄パイプ持ってるやつとかそうだね、そんな世界でしたよ当時は。まあ今じゃいい思い出だけど、当時俺もうめちゃめちゃ悔しくてさ、もうなんかとにかく強くなりたいなみたいな、うん、俺タイムマシンあったら戻ってボコボコにしちゃうもん全員今あ、ごめんなさい、ビール。じゃあ行きましょう。岡君、50対2の時なんで逃げた。あ、逃げたやつ僕が、まあ、逃げたと思ってるんだけど、僕もなんていうんですかね、まあ、その一人逃げちゃって、まあ、連れ戻しに行ったわけで、いいのそのままで、まあ、僕が捕まっちゃって、逆にあの警察に、警察に、でも戻れなかったっていうので逃げたんですよ、ね、戻れなかったってまあ、逃げたと思ったんですよ。あれは本当に、その時に捕まった時の真相は岡君しか知らないと。だからもう一人知ってる。あと一緒に逃げた。あ、そう、先に逃げた子が一緒に捕まった。うまっ。まあ、だけど逃げたんですよ戻れてないんだってさ、ビビったもんな、普通に見てくるわって、その見てくる必要なくない別にほっとけよくないぶっちゃけ根本で話すと、とりあえずビビったよ、俺は、まあ、腹立ってんね、俺あれと思った普通に最初、ミクルと吉田君以外に10人おったんですよね。そんなおらんね、12人もおらんね、人もおったでしょ。12人くらいいたよ、セーフラインズだったんだよ、うん、まあ、10人くらいだけど、戦ったのは2人ってことですか。そう、戦ったのは、岡君だけじゃないですか、ね、そう、うん、だからほとんど全員どこ行った。だって他の人がどういう理由でどうやって行ったのかなだから、俺らも分からんじゃんね。じゃあ、岡君すらも見てくるって言った人もおったよ俺が見てくるって言って見てくるって言ってあれあれみたいな、みんなどんだけ見に行くんだみたいな。で、その難しいのが場所を移動したよね、一回そのやる場所にっていうか、ここじゃさすがにまずいからっていう、イオンモールみたいなところだったから、あ、場所移動したんだよ。その時のついでに全員逃げてた多分あ、移動の時と、あ、だよね、そうだね、気づいたらなんかご覧くなっとったみたいな、そういうのしかもめちゃめちゃいっぱいおるわけよ。だから岡もいつの間にかおらんくなった。敵がマジでやべえ。あ、そう、吉田俺が言ったのも知らんもんね。そう、ただそれ一番最初に逃げたやつおったじゃん、うん、あの時は俺見とったし逃げたのも見たけど、うん、岡がいつの間にかおらんくなった。その時だよ。あ、そうなの、うん、あ、逃げた、逃げてくれって言って、人が多いすぎてさ、あの時も。まあまあまあ、すごかったね。もう誰が誰だかもうようわからん状態じゃん、うん、まあでも、言っても俺は逃げたんです、ね、何この偉そうにやろうかな分からん。その後みんなで集合して、うん、俺はもうボコボコだったよね。そうだね、もう一番ひどかったんじゃない俺が、圧倒的に。そうだね、バイオハザードだったね本当に。ちょっと本当に写真撮った時もよかったけど、さすがに撮れる状態じゃなかった。狙われとったからさ、マジで。ミクルはここぞとばかりにめちゃめちゃやってきたみたいな、ここしかないみたいな、向こうからしても。でもやり返してこんようにしたかったじゃない。私が迎えに行ったらいい。あ、そうだっけ。そうだよ、岡君の家に迎えに来たんだっけ。どこ
電話かかってきて、ちょっと追われてた、警察も来たし、あれだもん、ちょっと迎えに来てって言って、路上歩いてるの。あ、そうだね。そう、その時どんな感じでしたか。信じられないと思った、あの顔。確かに。もう本当に、そうぐちゃぐちゃで。あ、意識朦朧としてたんだっけ。そう。やっと見つけて、暗い中乗り入って言って。で、家に連れて帰ったの。あ、家に連れて帰ったの。あ、そうだそうだ。後日、岡くんちに集まったの。そう。本当にひどかったんですよ。で、スパイクとかさ、ヘルメットとか、安全靴でものぐらいで、顔面こっちがもう、その、どうしてこうなったか理由書かないかなって、ボクシングの試合とか書いてる。どんなボクシングやってました。だって、喧嘩切れるじゃん。確かに。そんなこんなに結構ね、まあ、でも、迷惑かけたって。え、はちゃめちゃだよ。この話じゃないんだよ。一番おかしい質問した。違う、なんかさ、なんか別に暴力を俺は振るったこととかないわけ。そう一回も暴力振るったことないし、なんか迷惑そんなめっちゃかけたわけじゃない。なんか自分で勝手にやってたっていうかさ、関係なく親関係なくやってたから、まあなんかその少年に入ってなんか面会に来てもらったりとか、なんかいろいろしてもらったけど、こう迷惑をかけたってそんなに迷惑かけたっけ。と思って、マジで。なんか何が一番目なんか苦労した。苦労。苦労。言うこと聞かないとかはあったっけ。中学ぐらいだから。言うことね。とかあったっけ。そんなに学校行ってたかじゃん。うん。職業体験だけ休んだら担任の先生が結構めちゃめちゃ面だし、イルス知らなしたけど53回ぐらい。しょうがなく出るかと思って出たのに。コンビニの場合だったの。ちょっとつまらんすぎて、次の日ばっくれたよね。迷惑かけたっていうより心配はかけたじゃないですか。そうだね、心配はめっちゃかけたもんね。確かに。あんまりなんかその関わりを持たないようにしてたから親とかと途中らへんから、まあ、おばくんちずっといたもんね。うちに帰ってこんかな。そうだね。お母さんから見て、おばくんってどんな存在だったんですか。いつも岡君の家に行ってるっていうのは分かってたと思うんですよね。友達って感じだったの。友達、そうね、悪い道へ。あ、悪い道へと連れて行く人。連れて行く人っていう、私の中ではイメージだったんだけど、でも違ったね。まあまあまあ、確かに今となってはもう岡君のおかげで格闘技やったみたいな。そう人生のキーマンかな。あ、ここがね、ここっすね。あそこの右上が岡公平の家だったんですよ。あそこで酒飲んでて、もうミクル豊橋で喧嘩できるやつおらんくねみたいな声かけてて、うん、あ、カイとやってみようかなみたいな。カイは俺の弟だからセンスあるかもしれんなっつって、うん、もしもし今からちょっと来てくれるって言って、うん、で呼び出したわけです、ここに。おー。ほんでグローブつけろって言って来たから、ここで。あ、ここか。ここなんですよ。ここっすね。ここなんですよ、まさに。降りてみます、ちょっと。ここ。うわぁ、佐々木くんどう？見て、見てみてさ。ここ何回も見ましたよ、マジで。こっち目線よ。いつもこうだよね。そう、こっちからどう撮ったんや。ここで、なんかこんなのやってますよ。ここからよ。これさ、顔がなんかガチですね。玄関とかですか。ほんとに殺す気で来たら、出すからね。最初これ行くよね、結構。なんかステップとかなんかこの構えとかできてますよね、俺。うん、普通にうまいぞ。本当にこれ初めてでした。この機械何キロだ？何キロだ？多分40何キロとかじゃないですか。40何キロ。身長も、まだちっちゃい。体できてるのに、うん。全然ちっちゃいですね。
ハイキック下に避けるってやばいっすよ。素人の動きじゃないか、確かやばいっすよ。多分グローブつけたの初めてですからね。ああ、そうだったっけ。構えも知らないし、うん、すごい、ね、避け方もめっちゃうまいし、でもこの時すでにそのギリギリまで見るもできてたから、いきなり本能的にながらなんですけど、ミクロもびっくりしたよ。もう前世が格闘家だったかもしれないです疲れてるわ、もう蹴り使わんもんな、一個も蹴り方知らないですか、しかもスイッチしてるから、すごいっすね。当たったらやばいな。当たったら死んでますよね、本当に。今考えるとやばい。終わった。うん。いやー、どうでしたか、皆さん。俺、本当に突然俺は呼び出されて。そうですよね、突然。そうです。ですよね。岡君一緒に、兄貴といたんですよね、その時。はい、一緒に呼びました。どういう流れで呼ぼうと思ったんですか。この家で集まって暇をしてたわけですよ。いつもみたいに。いつもみたいに。やることないんでね。あと殴り合うしかないねってなって、まあ、グローブ持ってたからね。暇やることないからもう殴り合おうよって感じで毎日殴り合ってたけど、同じ相手だとパターンが分かってきちゃってあ、基本じゃあ兄貴と岡君とみたいな戦ったね、よく周りの よく戦った。で、ミクルがなんか弟強いよって言い始めて、じゃあ呼びなさいよとで呼んだはいいけど、なぜかミクルが殴り始めてたあれはよくわからんかったけど、びっくりしましたからね。急になんか電話っすよね、電話でなんかそうそう、今から俺と戦うから来いみたいな言われて、はみたいなでいきなりグローブつけさせられて、俺グローブつけたのも初めてですからね、本当にそうだね、確か構え方すらわかんなかったし、むちゃくちゃだよね。むちゃくちゃ顔が本当にガチだったし、本気で殴りかかってきてるから、もう危ないよね、あれ。俺あの瞬間人生で初めてなんか死を覚悟しましたから、ね、あ、これマジ当たったら殺されるわと思って、実の弟を夜のコンクリートの上でハイキックぶち込むってやばいっすよね。考えれないおかしいか、やつはおかしい。ごきげんよう。やつはごきげんよう。でもこれなんかスパーリングとか言われてるんでしょ。スパーリングって言われてます。ガチですよ。ガチですマジですよ。かわいそうだけど、会話本気っすよね、なんか泣きそうだったもんな、最初。本当に今からみたいな、結構ダダこねてましたね、あれは。絶対嫌だったけど、もう断るとで、 できないぐらいの状況を作られて、断っても殴られとったね確かにどっちにしろ殴ってきたよ、やつは。まあでもこれがきっかけですからね、本当に俺の格闘技を始める。絶対やってなかったですね、俺の性格的に。多分なんか平凡主義者だったな、確かに。そうですね。まあでもかわいそうだったけどね、聞いとると会話。平凡主義者なのにチャラチャラしてたからね、髪とかが弱そうに見えるし、まあ喧嘩売られるわけだ。あと朝倉未来の弟っていうのでねすごい喧嘩売られてたね。そうですね。なんで俺が喧嘩売られないといけないのみたいな。彼の友達3人とってエレベーターで喧嘩になったって聞いたけど、あー、なんかあったかもしれない。身長を測ってから相手がよし勝てるってなって喧嘩ってあったあったわ、それ。身長を測ってきたらしいっすよ。でも当時の俺本当にマジでちっちゃかったっすよね。高校生で160センチなかったぐらいですかね、150何センチ。ちっちゃかったね。映像の時ちっちゃいね。ちっちゃいですね。あれも見た目で言ったらマジで弱そうですね。弱そう。今でもだってそんな強そう。まあ今でも弱そうですけどね。普通に服着てたら絶対弱そうですね。うん。脱いだらすごいけどね。脱いだら最強ですけどね。最強だった。カイとミクルと2人とも遊ぶけど、うん、遊び方が違う。ミクルの場合はちょっとピーが入っちゃうことだけど、カイは一緒に二人で海行ったりね。海行ったりなんかスマブラとかやってましたね。スマブラやってたの。平和な遊び。全然違ったんすね。全然違う。お兄ちゃんの方はピーだよ。俺知らなかったっすよね、そんな。なんか聞いたことないね。そうっすね。うん、敬語も使えるし。敬語も使えるし。偉そうじゃないしね。お兄ちゃんは敬語を知らんのかな。いや、最近使ってました。最近はよう覚えたけど、26歳ぐらいまで敬語知らんとか。この
スパーリングの後から、うん、みんなでなんかリアルアウトサイダーとか言ってやってましたね。あ、リアルアウトサイダーね。その遊びに参加するようになりましたね、俺も。そうそう、そのスパーリングの。スパーリングなのか、グローブとヘッドギアつけて殴り合う。毎日。格闘技の真似っこみたいなのをやってましたもんね。そうそう、アウトサイダーにね、ミクルとかを出したくてね、俺が。アウトサイダーを教えてくれた。引っ掛けました。一回ミクルが応募して、はい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 、で落ちて、じゃあ強くなろうってことで毎日殴り合ってね、みんなで。自己流ですね。自己流でやってましたね。それで何回失神させられたか。そのせいで頭が悪い。公園とかでやってましたね。公園やってたね。通報とかもされてましたもんね。されちゃった。別にね、友達同士でやってるだけなのに。そうそう、喧嘩に見えちゃった。喧嘩にしか見えないから、絶対。でも、オラーとか言うて。なんか、あの当時ってね、憧れてましたよね。強いやつがかっこいいみたいな。なんかよくわかって。ありましたね。視聴者のみんな、それが見たいなら、まだ山ほどあるんで。リアルアウトサイダー。やばいですね。これ、その時の。そう。これ、あれ、ほとんど兄貴の喧嘩ですよね、これでも。そう。全試合収録してありますよ。まあ、ピーな。ピーな思い出たち、青春ですね。ちょっと今度紹介したいですね、いつか。ぜひ。秘蔵映像で、さっき見たやつもだし、ミクルの煽りによく使われるのもだけど、冒頭シーンなんで、映画で言うと。確かに、もっと、あんな全然ですよね、正直言って。そうそう。まあ、スタッフさんが見て使えると思ったやつだろうね。でしょうね。うん、動画いっぱい提供したんだから。あれ全然優しい方ですよ。優しい方だね。中ぐらい。いやでも放送できないんじゃないですか。ちょっと俺も一回確認してみて、流せそうならまたどっかのタイミングで。うん、流せそうなら、うん、じゃあやってみて、やってみて。あー、こんな感じで。ハイキック来るぞ。カイみたいに動かないと、カイみたいに動かないと。おお、こんな感じよ。おお、まさにまさにここじゃないですか。完全にそういったらもうすごいな。スピードとかもう威力とか全部違うと思う。ちょっとタイムスリップして稽古つけてあげたいな、俺に。若かりし俺を。ようっつって。そんなんじゃダメだぞって、うん、大振りすぎるな。ノーモーションストレート教えてあげないと。難しいよな。10年前のここで俺たちの格闘技人生は始まったみたいなとこあるから。あ、危険なことやってたよな、こんな路上でさ。いや、今格闘技始めてさ、はい、トップになって、だいぶトップの方に来て、ようやくこの危なさが分かる。投げもあり。あ、投げもあり。あ、 MMA だったんですね、本当に。懐かしいっすね。すごい。じゃあ次、岡君が逃げた場所行きますか。この辺の道懐かしいな。50対2の当日ですよ。原付で10人ぐらいで向かいましたよ、この道通って。ここね、ウィーンってね、田舎道。懐かしい。ここひたすらに原付でウィーン出してたんですよ。ここですよ。こんな道よ、最高でしょ。この辺の川もあってさ。ここダメですよ、行っちゃう。いや、知ってますよ。両方赤だな。あっちだけ青になってんだね、多分。それとも あいつが信号無視してたのか。結構信号無視する人多いもんね。あ、こっち多いかもね。特に田舎道とか。黄色は行け、赤は気をつけて渡れだもんね。愛知県って本当事故ワーストワン16年連続よ。だよね。確か煽り運転も多いしね。うん、多いね。俺らもあったよね、そういえば。そうそう、俺なんかもう3回あるから、人生で煽り運転されたの。1回目はハゲのおっさんですよ。1回目のハゲのおっさん。信号で止まってて、俺2番目だって、うん、信号青になったのに全然進まないから、うん、プッてやったら降りてきて、うん、文句あんのかみたいな、うん、文句も何も青だよって教えただけやん。そうだね。そしたらなんかその鳴らすことによって怒ってくるんですよ。気分を害すみたいで。なるほどね。小僧がみたいな感じで来て、うん、後ろ大渋滞ですよ。もうやんのかとか言ってきて、なんか気が短い人が多いのかもしれないね。マジでそれは思うわ。おお、なんかカラーリング変わったか。こちらです。あれ、なんか違うやん。なんか違うよね。うん、一番大切なピンクのとこ塗ってないやん。ほんとや。ここですよ。ここが50対2の一番最初集まった場所ですよ。
懐かしいな。そうここに集まったんですよね、この突き当たりの辺に。この辺よ、まさにこの辺よね。はい、ということでね、ここに僕ら仲間で10人ぐらいでこう待機してたわけですよ。はいはい。そしたらなんかブン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 って音が聞こえて、うん、ここにゾロゾロ入ってきたわけですよ。入ってきたね。最初は20台ぐらいだったかな。あっちのセブンイレブンに移った後に多分50人ぐらいに変わったんで、うん、最初20人ぐらいだったわけで、ここで友達の一人が相手側のなんか先輩にビンタされたんですよ。ビンタされて、うん、ビンタされたこのまま走ってったんですよ。その勢いでありましたね。すごかったよね、あのダッシュ。早かったね。早かったよ。本当に早かった。その次にこっちも何だみたいになるじゃん。うん。そしたら岡くんがあいつ逃げた、見てくるって言って行っちゃったんですよね。それっきり彼を見た者はいないんですよ。向こうの方行ってましたね、確か。トコトコっと。はい、あっちだよ。あっちだっけ。あっちです、ね、完全にあっち。で、俺ちゃんと覚えてんだけど、はいはい、俺岡くんたちに電話したんよね、その後。そうだっけ。そしたら岡くんがここのなんか管理の人に捕まったから、あジャスコの中で、はいはいはい、行くことができんみたいな。嘘じゃん。マジだって言ってたわ。警察がおったのもう。確かに言ってたわ。じゃ本当なんだよ。そんなことあるわけないやん。ええじゃないの。行きたいけど行けん、行きたいけど行けんとか言って。いや本当に悔しかったね。悔しかった。あそんなさ、それこっちよ、こっちこっちこっちのセリフよ。悔しかったのはね。だってさ、最初岡くんなんてここに来る前よ、うん、10人で岡くん家の前に集合したわけよ、うん、したらさ、俺にミット持たしてきて、うん、お前らがとか言って練習しとんのよ、俺に対して。でオラーとか言って。当日ここ来てみたら、うん、逃げとるわけよね。悲しかったな。誤解だよ。なんてよね。まあこっから結局なんかセブンイレブンの駐車場に移って喧嘩して、はい、したらなんかもっとゾロゾロどんどん集まってきて、はい、でまあ俺もボコボコにされて、まあ、吉田くんも結構ボコボコにされたんだけど、俺が一番ひどかったよな。リクルはひどかったね。片目が見えなくなったって言ってましたね。ほぼほぼね、ほぼほぼ視力 0.02 ぐらいになって、だってあれ10とか15ぐらいだった。俺がそんぐらいだ、ね、俺が15歳か。だから13年前かに、そんな出来事があったんですよ。ここでここで営業してなかった。営業してたよ。もうそういうの関係なかったから。じゃあ謝っときますか。確かに、この場で、この場で。本当にあの時はすいませんでした。そしてそっちに、そしてその当時喧嘩した側の人たちも逃げてすいませんでした。そっちに。ジャスコさんにじゃなくて、でイオンさんじゃなくて、迷惑かけてすいません。それは君たちも謝りな。いやマジでそう思うよ。じゃあ確かにその、うん、もう本当にごめんなさいっていうのはあって言いたい俺。うん、誰に。その人、当時の管理者。当時だから今から行こうかな。いやそれはもう違うでしょ。それは迷惑。それはありがた迷惑っていう。今なんだかんだその、まあ、喧嘩とかそういう日々を繰り返していく中で、バイクだけは俺とかもう直感で乗ってたから、暴走族とかみんな直感やから、めちゃめちゃうるさいみたいな、まあ、近所迷惑だ今思えばね。俺たち毎日乗ってるからもう耳が麻痺してうるさいとも感じてらんかったけど、警察が呼び取ったのは、暴走族は世界で一番安全な乗り物というか生き物、プリウスとかの方がよっぽど危ない。遠くから来ること知らせとるから、なるほど、ね、子供とか引くことは まずないし、まあ、でも俺なんかバイク自体にその自由を感じてた。そんな生活毎日続けていく中で、やっぱりね、最終的には警察に捕まって、でまあ最初鑑別所に入ったね俺は。でまあそこで岡君と、まあ、手紙とかもやり取りしながら、で、まあ、岡君と手紙のやり取りをしたんですか。鑑別所までは別に身内以外でも手紙のやり取り、どんな手紙のやり取りしたんですか。あるから今日持ってきた。ニクルが岡君あたりに書いた手紙ですよね。岡君が書いて俺は返信したんだよね。ああなるほど。めちゃくちゃレアじゃないですか。これなんです。懐かしい。俺昨日見て泣いたよ。泣いた。それがミクルから岡君宛てに書いてるんですか。もちろん俺の返信のもあるよね。ないないこういうとこだよ。全然ない。取ってあるのがマメだもんな。すごいね。うん、ちょっと読んでもらっていい。ミクルが読んだ方がいいんじゃない。じゃない俺が、うん、読んでもらいたいと思います。うわー懐かしいなこれ。結構泣けるんだよね。まあ、岡君 の手紙のアンサーで返してるから。そうだね。でもその岡君の手紙がないからあれだけど、いや久しぶり、元気、もうすぐ少年に行くんで手紙を書きました。鑑別所って絶対1ヶ月で、うん、その後に保護観察になるのか少年に行くのか、まあ、決まるんですけど、また裁判みたいなのがあってね、うん、いやなんか俺はここまで来といてね、大体のやつは出たいから切り言言うじゃん。切り言言って反省しましたとか言うじゃん。俺はもうなんか少年に行くって決めた、自分の中で。
なんかもう、なんかそこで、なんていうのかな、綺麗事言って逃げたら、その自分の過去を否定するような気がして、うん、なんか裁判の時も隣に親がいたんだけど、全然もう反省してる色は出さずに、もう少年に行ってくるわって。だからもうすでにこの鑑別所の時に少年に行くことは決めてたから、うん、まあこの時に言ってるよね、もうすぐ少年に行くから手紙を送ってましたと。まあ俺が出演する頃にはね、まだみんなで遊びたいなと。だからみんな捕まらないように、早く出れるように頑張りますと。また手紙書いてよ、あと10日くらいしかないから早めにお願い。いやー感動、懐かしい。これダメだでもこっちもらった時すぐ書いたんですか。書いた、なんて書いたか忘れちゃったけど。いやでも感動的ですね。うん、うん、これはいいよ、サイン入りで感動的感動的って言ってもね、もう普通の人からしたら何にも感動じゃないですよね、うん、当時の俺たちからしたら毎日一緒にいたからな、本当に、うん。僕はなんかずっといなくて、途中から急に現れた感じじゃないですか。すげえ思ったのが、マジで仲いいな、この人たちと。家族。まあだからそういった意味では結構なんか、命を懸けたりして、うん、そういう中にいるから、そういうのあったかもしれない。少年いる時のなんか、手紙とかってめちゃめちゃ嬉しいんだよね。なんか今の時代は手紙とかないけど、手紙ってすごい嬉しいなってあったし、俺とか結構悲しませたのかな。多分理解できなかったから、俺の行動すべてがね。会とかさ、身内だけは面会みたいなできるから、1ヶ月に1回、うん、まあ毎月来てくれて、会もなんか、早く出てきてくれんと、いろんなヤンキーに喧嘩売られとるから、早く助けて。なるほどね。そんな話もよくあったけどね。あいつまだめちゃめちゃちっちゃかったからさ、うん。まあそれで、まあ1年ちょい、少年に入って、でまあ俺はもうなんか、そろそろ違うなっていう、なんかもうこれ迷惑かけれんなとは思っとって。うん、でその少年に入ってる間に岡くんがアウトサイダーっていう格闘技の団体に出るっていう親から面会で聞いて、あ、岡くんが出ようとしたんですか。そう、やっちゃおうかなって。え、何それみたいな、全国の喧嘩自慢が集まる格闘技の大会みたいなうーん、やばみたいな。最初岡くんが出ようとしたんですね。そう、じゃあミフル出したくて。ああ、なるほど。岡くんがなんか鉄アレイで鍛えとるみたいなえみたいな、めっちゃ想像できる岡くんがみたいな。俺としては岡くんはもう逃げたっていう印象だったから、あの喧嘩の時に印象強すぎるその岡くんが格闘技の大会に出るんだと思って、俺もめっちゃ出たいみたいな。少年院の中で俺は格闘家になりたいって書いてあった。ああ、なるほどね、そういうことか。なんかやっぱりいろんな作文とか書かされられるんだけど、うん、もう俺格闘家になりたいなって決めて、で少年院から出てきて、まあ、岡くん家に行って、うん、その実際に会う際なんで DVD を見せてもらって、俺勝てるわって言ったよね。そう、じゃあ弱いっつって。いや弱くないと。じゃあ出てみーって。で、すぐに応募したんだよね、岡くんと写真撮ってね。で、やっぱすぐには出れなくて。そう、落ちた。あ、でも僕最初アウセード19戦に応募した時に落とされて、うん、あ、そう、一回落としたんだよ。なぜかって言ったら、ね、なんか応募者がね、レベルの高い人しかいなかったんだよ。あ、で、俺基本的になんか同じぐらいの経験とか同じぐらいの実力のやつ組まないとちょっと危ないからっていうのがあったから、はいはい、出た人が変に苦手意識もついたりとか、あ、変に恐怖心もついたとかって言ったらもうダメになっちゃうんだよ。だからそういうのを防ぐためになんかっていうんでやったんだけど、ミクルが一番最初応募してた時ね、ちょうど初めて出たやつで、で、そのやつで、ある程度俺大体人の立ち姿だとか写真で大体なんとなくね、あ、こいつこの子ちょっとできそうだなとかさ、これダメだなとかさって分かるんだよね。でもうちょっとできそうだったんだけど、ちょっと微妙でね、ランカー狙えるぐらいのやつが多くて、体重合うところにちょっとできそうだなな感じで1000、2000以内みたいな人がいなかったんだよね。ああ、タイミング悪かったですね。どうタイミング悪かった。あの時って一番アウトサイダー人気でしたよね。どのぐらい応募数とかあったんですか。1大会で、でも多い時で300ぐらいあったけど。ああ、20何試合ですもんね。そう、一番組んだ時でね、34試合組んだよね。ああ、34試合、1日で70人とか、うん、それでも300来てたらほとんど落とされてるわけですもんね。本当に印象といったらめちゃめちゃでかいなっていう、本当にもう圧倒されましたから。でもなんかすごい褒めてもらって、はい、おー嬉しいなっていう感じでしたね、一番最初の印象は。はい、すごい先見の明があると思いますね、前田さんは。なんか圧倒、ありがとうございます。まあなんかヒョードルとかも連れてきたの前田さんですよね、最初。ピーターズもそうだよ。やっぱ見る目がすごいなっていうのはありますね。前田さんが発掘した選手の一人ということで、そうですね、言われることがついてもあると思うんですけど、はい、そこはどういうふうにご自身お感じになりました。いや本当にあれですよ、アウトサイダーなかったら僕格闘家はなってないんで、そこは本当に感謝してますよ。
やっぱりあの頃アウトサイダーってその他に K1 とかライジンでもなかったから、うん、もう一番その盛り上がってた格闘技 DVD も実際あったし、うん、もう一番注目されてたと言われてた、うん、だからなんかプロ格闘家でその時頑張ってた人とかもいたと思うんだけど、ディープとかパンクラスとかね、うん、そういう人たちよりもアウトサイダーの方が有名だったし、目立ってた、そう、うん、応募とかもすごい数で俺は落とされたんだよ。俺を使わないでアホだなと思いながら、うん、でもやっぱり実績がなかったから何の大会も出たことなかったし、そうだね、そっからね、岡君たちとリアルアウトサイダーとか行って、で岡君ともガチで殴り合ったのね。失神してたもんね。失神しちゃったわ失神しちゃったいやでも岡君は俺より強いとか言ってたから、間近で見てると俺の方が強いって思っちゃう、自信あってたしね。かわしてるじゃん、岡君。体勢が悪いの？何よ。1対1なら俺もって感じで、うん、まあ、失神させられて、したらなんかね、まあ、地下格闘技とか結構坂ぐらい出てやっとオファーが通ってね、そうだね、アウトサイダー初戦の秒殺だったしね、で2回戦とかもういきなりビッグネームとか当てられたから評価高いなとは思った。で兄弟が良かったね、兄弟っていうブランドが強い、うん、2人とも強かったし、で海がね2連敗しちゃってアウトサイダーで、それでもちょっと燃えたよね。この辺からガチになりましたね。うん、ガチになってたね。卓球打ちじゃないけど、うん、気持ち終わったんじゃないかな。ただね、祝勝会にベルト持ってきたり、なんか早いな。早かったっすよね、展開が。ベルト2個目なんつって、おかしいね。だライジンですみたいな。で、ライジンって聞いて、まあ、最初は嘘なのかなと思ったけど、まあ、対戦カードとか見ると、本当にあってね。その格闘技ファンからしたらね、まあ、初戦があの選手ということで、ビッグネームじゃん。やばくないと思ったね。で、ドキドキしながら会場まで行って、もうその会場行くときもなんか、まあ、そわそわしたもんね。怖いっていうか、うん、見るのが。めっちゃ上がる、その気持ち。そう、周りの方が怖いかもしれないですよね、もしかしたら。もう3日目とか寝れんかったもんね。心配じゃないけど怖いというか、なんかね、変な恐怖心。いつも一緒に乗ったやつがその人と戦う想像ができんというか、でしかも、ね、知ってる選手だったから、うーん、やばいねってなって、いや本人なんかそんな感じじゃなかったもんね。意外と冷静なんですよね、そこは。俺は常に自信に溢れとるけどね。ただ詳しさは俺の方が詳しかった、うんうん、だから怖かったよね。信じとったけど恐怖もあって見たくなかったね、会場で。で結構派手なデビュー戦で勝利ということで、うん、それがまだ1年前だからな。あ、そうか。まあなんかこれ見てる人は、はい、多分ライジンカラーとかは大体知ってると思うけど、まあ約1年で、うん、1年なんだ。あれ5試合、1年で5試合がすごいよね。1年で5試合でもう最後の試合メインを張るというライジン、うん、ああ俺も嫌だったもんな見たくなくなってきた。結果分かって安心してからちゃんと見たいっていうか、うん、
心配が勝つ、本当に本当に強い相手ばっかりじゃん、うん、ライジンって、まあ、だから面白いでしょ、でもこれが面白いんだけど、これ我慢できる、うん、俺はなんかあのね、うん、やって怖いね。まあでも本当になんかアウトサイダーも出始めて3年でチャンピオンになったのかな、まあ、20で出始めて、うん、で23ぐらいチャンピオンになって、でまあ2階級制覇して、でまあ今ライジンで1年で5連勝して、でまあ回も5連勝して、兄弟でまあ10連勝、まあ、本当に物語が早く進んだなと。早すぎてついていけてないです。でまあ俺って本当に底辺の人間だったと言いますか、捕まってるぐらいだから、まあ、普通の人からしたらクソの人間で、でもまあ努力してここまで来れたっていうね。早すぎる漫画みたいな、五感で完結みたいな感じだよね。その裏ではすごい努力してるから、本人アウトサイダーの3年間本当にでかかったもん、ね、まあアウトサイダーなかったら俺でも格闘技やってないから、本当にアウトサイダー前田さんに関してはね、今となっちゃう、まあアウトサイダーっていうものをみくりに教えてあげた岡君にも多分、選んだの本人だからね。あとアウトサイダーだから良かったっていうのもあったですね、多分。まあいろんな偶然もありつつここまで来たっていう感じかな、YouTube 始めてちょうど3ヶ月ぐらいですかね。ちょうど今日で3ヶ月ですね。今日で3ヶ月なんで、今の心境とかをちょっと話したいなと思います。初めといえば佐々木くんと俺が始めようみたいな、まあ、俺が始めようと思って、で佐々木くんもまあやりたいみたいな言ってたから、じゃあ一緒にやろうかみたいな。最初はね、あの YouTube はやりたいとはずっと思ってたんだけど、不登校の箔がなくなっちゃうのかなって、最初ちょっとまあ考えてて、自分でマネージャーで見たりか、そこでどうしようかなと思ってたんだけど、格闘技を、まあ、広めたいのはもちろんなんだけど、一番はやっぱり自分の発言力を持ちたいというか、影響力を持って自分なりの格闘技の盛り上げ方をしたいというのがあったんで、まあ、YouTube を始めるっていうのにね決めたんですけど、まあ、それもグッサボ戦に勝って一応一段落というか、あそこの前にやるのは俺なかったから、考えとしてグッサボ戦は本当になんていうのかな、すごいかけてたから、まあ、練習もすごいやつだし、ここで負けちゃダメだなって、まあ、格闘技のなんか大きなターニングポイントだと思ってたから、ここを勝ったらまあいろいろ見えてくるその世界が変わるのかなと思ってたし、あの時のすでに俺と海海も4連勝してて、俺も3連勝してたんだけど、本当に強いやつやってないんじゃないかって言われてたわけ、ずっと。まあ、その中でグッサボは、まあ、ヤッチ君とかも KO してて、全勝だったからね、まあ、強い選手、まあ、勝てないだろうと思われたんだけど、俺は。で、まあそこで勝ったから、やるなら今だなと思って、YouTube。で、終わってすぐに佐々木君に話したら、確か、まあ、YouTube やりたいよね。俺はもう絶対やった方がいいなと思ってたから、まあ、もう全然協力しますよって、そんな感じで、そしたね、まあ、格闘技を広めたいとか、格闘技のその発言権を得られるとかさ、まあ、たくさん増えて YouTube というその媒体で、まあ、たくさん獲得できるみたいな考えもあったけど、まあ、そもそも俺はその YouTube という職業自体をやりたかったから、ずっと、まあ、今も俺は地元に帰ってきてるんですけど、まあ、1週間ぐらいだから、まあ、みんなっていう職業一番最初は、俺が自分の家でカメラに向かって一人で話すと挨拶動画で、あれを始めると思って、今、あの動画を見てもらえると多分分かると思うんですけど、まあなんか、字幕もめちゃめちゃクソとかなんか、まあ、そういうの言っちゃってるから、まあなんかそこを見てもらえたら、もう俺たちがどんだけこの3ヶ月で動画のクオリティ自体も成長してきているかっていうのも多分分かると思うし、まあでもその根本というかさ、俺がその挨拶動画で話していることは、まあ、今の考えと変わらないし、有言実行してると思うんだよね、あそこで言ってること。すでに俺は今ちょうど3ヶ月経って登録者も今19万人とかで、ね、まあ、今月中には多分20万人いくと思うけど、まあ、すごいペースで来たなと、ここまでも早かったね、まあ、最初なんてね、本当に動画の編集自体もそのお互い仕事だったのね、俺と佐々木君は手探り状態です、手探り状態だから、そこからお互い寝る間も惜しんでね、やってましたね、俺ね俺はずっとなんかいろんなビジネスとか経営とかもしたくて、だから YouTube を始めるって言った時に拓磨もすぐにやりたいって言ったよね。だから2ヶ月目に引っ越してきたんだけど、初月はまあ結構
何度も休みの時にずっとアジアから来たりして、撮影だけは協力してもらったりしたんだけど、 YouTube で俺はもっと格闘家としてだけじゃなく YouTuber としてもこのトップに行きたいんだよ今。最初の喧嘩自慢の動画、あれはまあ俺が考えた企画だったんだけど、あの動画がやっぱすごい伸びて、あの動画に関しても3本立てにするっていうのは最初から決めてて、やる前から。でその1本目はあえて編集を煽るようにして批判を浴びるような作りをしたんですよね。炎上商法ってよく言われるけど、俺を悪くすることによって、まあ、批判が賛否両論が来て、で動画が伸びていくと。で2本目でプロとそのアマチュアの違いを見せつつ相手の応援をするという編集にして、で最後にその居酒屋に行って喧嘩自慢の若者の夢を聞くっていうことで、その3本立てを俺たちが最初から考えたので、まあ、それもすごいうまくいったから、まあ、今見てもらえると分かると思うけど、その喧嘩自慢の1本目とか、まあ、500何十万再生、560万再生とかされてるけど、すごい低評価で、やっぱり最初の方は全然ミクル君優しいですねみたいな、ファンの人が見てくれるよ最初って、うん、だからそんな手加減したら面白くないですよみたいな、優しすぎみたいなコメントが多かったけど、途中からもう批判のコメントしか来ないわ。プロがこんなことしてる、プロで勝てないからこんなことやってんの、それはもうこっちからしたら成功で、俺のことを知らないやつが今見てくれて俺のことを知ってる、知ったと。それはなんかこっちの思惑通りというか、だから作戦通りだったんですね。そこはあの動画自体はまあ確かにその印象悪かったとしても、見てくれる人ってなんかちゃんと調べるんですよ、その物事の本質を見抜くというか。俺の試合を全部見返して、あこの人はなんか弱い者いじめをしてるんじゃなかったんだな、プロで負けてるのにやってるわけじゃないんだとかね、そういう人もいて、それでなんか俺の周りになってくれる人もいたと思うんですね。すいません、喧嘩自慢の話ですけど、その中で一番喧嘩強い人だ。僕格闘家なんですけど、あれカーリングどうかな、やってみたい、やってみたい、やめんなよ、やめんなよ、決まる、はい、お疲れ、お疲れ、お久しぶりだ、久しぶりだ、あ今なんかスパーリング喧嘩自慢とやろうみたいな、はい、YouTube で撮って、はいはい、友達、自分の友達やる、スパーリング完全にやりたいです、完全にやりたいです、オッケー、楽しみですね、楽しみですね、どうですか、勝てそうですか、いや、負けると思ったよ、俺が逆にイケイケでしたよ、かなり、まあ、そういう時代もあるんだよ、みんな、俺もあったからさ、やっぱりちょっと道を正してあげるというか、そうだね、まあ、いい教訓になったらいいな、まあ、でももちろん俺は軽くやるけどね、そんな、まあ、本気でやっちゃったら、プロ格闘やったらいじめだからただの俺は全然軽くやって、で相手が、まあ、本気で来てくれればいいかなっていう感じで、うん、ブレイク。
ブレイク。
もう無理っす。なんか将来の夢とかある？僕まだないです。夢がないんですか？実は夢は僕は金持ちになることです。俺と一緒やん。願いが一つ叶うなら何を願う？大きい家にもうお金とか何も考えずに友達とかと毎日生活できたら楽しい。最高ですね。あー、可愛いんですよこの考え方。僕はね、それはもう多分中学時代の時にもう通り過ぎましたね。結局ね、その生活ってなってみると多分 2,3 週間で飽きちゃうんですよ。実際毎日遊ぶだけってなんか充実とかやりがいがないと本当の自由じゃないんですよ。願いが一つだけ叶うとしたら、願いが一つだけ叶うとしたら、まあ、誰よりも一番モテたい。この辺金よりモテたいんだってさっきの言ってること変わってるよ。俺何兆円かなと思ってた。誰よりモテたい。それさ、過去に喧嘩したことあると思うけど、なんで喧嘩になったの？一番なるのはクラフトが多かった。理由は酔っ払ってて相手がこう来たりが多いっていう。なんだよ、結構年上の人とか。なんか俺はさ、東京に引っ越してなんかもう別世界だなみたいな。なんかこっちの方はすごい喧嘩って多いじゃん。はい、まあ、土地の差なのかよくわかんない。東京とか行ったらもうそういう場面が全然ないんですよ。全然、まあ、ない。人が違うね。あーなんかわかるですね、なんとなく。なんで喧嘩になるの？程度が低いって言ってしまえば程度低いよね、よく考えると。まあ、今になったらさ、喧嘩なんかしたいと思わないんだけど、そうじゃないの、刺激を求めてたから、まあ、あんまり自分から売ってないんだけど、それでも。でも結構みんな喧嘩売ってくる人いるやん、はいはい、喧嘩になるじゃん、すぐ。なんでなんだろう。みんなスパーリングしたからさ、はい、すごいなと思ったけど、まさか格闘技経験者だと思わなかった。本当ちょっとだけっす、なんか舐めんなよって言ってたけど、はい、いきなり来たのに構えちゃんとしてるやん。あいつだけ唯一まだ試合で勝ち星ないんですよ。試合出てるんだ。出てる、あいつ2回出てる。そういった意味ではやっぱ知られることっていうのが大事だと思うんで、まあ、でも挨拶動画でも僕はその有名になりたくないって言ってたと思うけど、まあ、それは今も変わらずあるんだけど、それはもう無理な位置まで来ちゃってるから、こうなったらもう突き抜けたいな。まあ、100万人登録者行きたいと思ってるから俺今、まあ、今月中には20万人行きたいと言ってたけど、普通に100万人まず登録者が今の目標かな。初月初めて喧嘩自慢の動画が異常に伸びて、伸びた結果もあって初月の給料がなんと400万ぐらいだっけ。400万ぐらいあったんですよね、月収で。まあ、これはなんか Google とかの規約で公開していいことになってるらしいんで、皆さんも気になってると思うんで言いましたけど、これはもう驚いたね。でもこんなにもらえるんだみたいな。最初なんかゆくゆくはこういうとこ目指しとったけど、初めてその初月でこれはすごいな。そういった意味ではなんか俺はもう初期投資というかさ、パソコンとかカメラとかも全部一から買ったから俺も最初に、まあ、それだけでも多分200万ぐらい使ったら、まあ、いつか回収できればいいかなと思ってたんだけど、初月でいきなりね回収できて、それはいつだ。そうで、まあこんだけまあ収入があればタクマも呼べるかなと。タクマなんて最初なんかバイトしたいから佐々木君にバイト探してとか、バイト探したいからとか言ってたよ。住所は言ってた。さらっと仕事探したいって言っとったやん、普通に。それを考えたらこんな動きがする、大きいんだみたいな。でまあ俺今 YouTube 始めて思うのは、すごいなんか想像しない話がたくさん来るんだみたいな。誰もすごい感じてると思うけど、こんな話来るみたいなことが本当に起きるわけですよ。だからなんか俺 YouTube 始める前に何人か相談したんだよ、友達に。そんな中で、YouTube は遅いでしょみたいな。おー。っていう人も結構多かったし、今のご時世さ、調べれるからネットで、うん、挑戦する前から無理でしょって言われる考えの人が多いと思うんだよね。ただ、まあ、挨拶動画で言ってると思うけど、初めて本気でやり始めると、自分が想像してない動きが起こることがあるというか、俺たちがさ、最初 YouTube 始める時に、まあ、成功するだろうなと思ってたけど、俺も最初から初月から400万もらえる。400万はちょっとビビったけど、でしょ、うん、
いや3ヶ月で20万人も行くと思った。3ヶ月で20万は行くだろうなと思ったけど、この人ポジティブなんですよ。中間は結構ネガティブで、これはまあ中間ぐらいのなんか客観的な意見を持ち合わせてるから、なんかいいチームなんだけど、まあ、タクマはもう10万人は絶対いかんって言うとったもんね。いかんって言うと、多分何年やっても、ね、何しても無理とか言うしか言わないから。そうそう、格闘技ファンは多分10万人ぐらいしかおらんと、日本には。それ以上は絶対いかんみたいなこと言っとったから、でも俺たちは結局ね、ずんずん超えて。そうそう、企画自体が面白いってやっぱ言われるから、うん、動画もやっぱ結構凝ってるからね、俺たち全部字幕をつけたりさ、結構あれで時間かかるんですよ、字幕全部つけるので、あれなかったらもっと楽勝に撮れる動画とかあるんですけど、うん、字幕つけるだけでやっぱ5時間とか6時間伸びちゃうよね、編集時間かかるんですよ、まあ、佐々木くんが打つのがだいぶ早いから、あれですけど、マジで早いから、そうそう、俺でもね、相当早い方なんですけど、もともとブラインドタッチできるから、なんかタイピング負けたことなかったけど、佐々木くんはなんかかなりそれより上に行ってるっていうか、タイピングの大会みたいに出た方がいいぐらい。パソコンはもう前々から得意だったので、まあ、編集できるって言われた時も俺ならできるでしょっていう感覚の力が、まあ、そうそう、この感じ。格闘技やっとっても相当いいとこまでいったと思う。つまりなんか素質はある、ね、俺が、うん、やってないけどやっとれば強かったと思う。でもこっちに来たわけだし、うん、ね、やってもいいしね、教えてもらってもいいかもしれないし、今からね、今から今からっていうか、今この年になってから、そう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 、やるのもありかもしれない。タクマも一緒にね。あれだね、そもそも俺たちのさ、うん、メンバー自体全員強い方がいいから、戦闘力はやばいと思うけどな、この4人シンプルに強いじゃん、多分普通の人たちより。まあね、まあなんで新しいメンバーが入ったんで、とりあえず吉田君が入ることによってどういう化学反応が起きるか分からんけど、そう、俺と似たような立ち位置なんで、うん、まあ、よりそのメンバーうちでの企画とかが面白くなるか、本当だからちょっとメンバー強化もしていきたいんで、うん、まあ、やっぱ俺だけ知名度があって他のみんながないっていうのもあるんで、今なんか新しいことを始めるかもしれないしね。あの都市に似とるっていう多分コメントがたくさん来ると思うけど、俺がインスタでさ、うん、上げただけで都市さんですかって来たもん、ね、年齢がさっきも言った通り1個上だね、俺の今27で、うん、28になる都市、早生まれですもんね。そうだね、3月18日だね。なんか有名とは無縁の人生を送ってきたやん、まあ、俺とにとって目立ちたがり屋じゃないから、うん、なんかもう祭りとかも行かんし、人の多いとこは絶対行きたくないみたいなタイプだったから、うん、まあ、なんか YouTube 始めることによって街とかでさ声かけられるのも当たり前になってくるんだけど、そういうのはどう？まあ嫌ではないんじゃないかな。どうなんだろう、実際になってみたら分からんけど、あ嫌だったら多分出んと思うし、そもそも。そうだね。そう、うん、でもなんかそれを超えて俺とやりたかったのかな、この自由な感じの。そう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 、まあ俺はね、結構前からさ言ってくれとってん。そうそう、ずっとやりたかったんですよ一緒に、うん、最初から言ってくれとってん、うん、まあ、どういう形になるか分からんけど、まあ、結局何でもできるから今まで一緒に見とって、うん、絶対何かの力になるだろうなって感じで誘ったんですけど、うん、人生一度きりなんで、うん、ここで一度全てを捨てて東京に来てくれたので。捨ててきたね。何日前だっけ、3日前ぐらい来たね。そうだね、3日前ぐらい、うん、もう今はそう住むとこもなくて、たくまと同棲しております。もう思ったよりもなんか全然ストレスになってない。岡くんちょっとあの寝引きが、岡くんいびきかかんけど寝言やばいやん。岡くんの寝言マジで話しかけとるレベルらしいよ。あ、重要なこと忘れてた、うんうん、サングラスなんでクション乗ってたと思っとるぐらい。いやみんな昔は知らなかったけど、いつからだったよ、何年前ぐらい。5年前ぐらいかな。俺ですら1回も見てない、外したとこ、ね、どれくなったもう。実際今タクマと暮らしとって外してるよね。あ、まあ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 、そうサングラスとかメガネってあるっすよね、うん、そういうの、うん、俺はなんかレーシックやって、うん、あの夜の光が眩しくてサングラスつけ始めたんだけど、俺は練習とかの時は外すやん。日差し強い時とか絶対外しちゃうと目痛くなるし、なんかわかるよ、ちょっとあの外したくなくなる雰囲気というか、うん、僕もメガネ外したくないですよ。お前は関係ないでしょそれ。お前は関係ない。お前見えとるやん。吉田君の俺がすごいと思うところは、うん、結構かっこいいじゃん。いやいやいや、なんか身長も182とかあって何でもできるわけよ、うん、まあ、なんか例えばボウリングとかも上手いじゃん、どうせやっても。基本的にできるわけよね、うん、でモテるやんめちゃめちゃ。なのに彼女が7年ぐらいいません。そうだね。マジで硬派、うん、まあ、俺も結構硬派だけど、うん、似とるような恋愛感もね。そうだね、タイプとか似とったしね。タイプも似とったし、ずっと被っとったね。そうそうそう、恋愛に対する考え方もめちゃめちゃ似とる、うん、なんで彼女7年ぐらいで作れんの。作れんことないでしょ絶対。理想が高いの。そうだね、それもあるし、理想がめちゃめちゃ高い。自分から来たやんね、とりあえず。
あ、俺も一緒、それ。俺の理想は、なんか死ぬまで愛せるような女、なんか死ぬまで追いかけたい女でいてほしいんだよね。なんか愛されすぎて逆転した時点でもうちょっとなんか冷めちゃうんだよ、結構。あ、そうだから、ずっとなんか一生追いかけていたいような、そんな女性がいいよね。そうだね。多分ね、吉田君あれなんじゃない、あの初めてじゃないとダメなんじゃない、恋愛自体初めてじゃないといかんとか相手が、うん、いやー、そこまでではないけど、まあそんぐらいのレベルかもしれない。 それに近いなんか理想の高さがあって、俺も一生恋できんでしょみたいなレベル、それも持っとるそれ、まあ、ただなんかこう YouTube に出ることによって、まあ、なんか今まで以上に、うん、そのたくさんの人から見られるし、まあ出会いの数も増えるかもしれないからね。もう俺たち本当に田舎の中の田舎みたいなと思ったから、うん、出会いもなかったしね。まあそうだね。その中でいい人がおらんかっただけかもしれんし、うん、うん、まあそれは分からんけど、まあ、とにかくこうなんですよね。え、そうだね。だから7年女の人とやってないってこと？じゃあマジでやってない。ほらこれ、しかも夜のお店とか一回も行ったことない。本当にそうなんですよ。そういう男です。変わってます。変わってるね。彼女欲しいなっていうのはあるんですか？彼女欲しいなっていうのは別にあるかもしれんで、ああ、あれにはあるんですね。人肌は恋しいよね、やっぱ季節的にも。季節的にね、うん、そんな季節を7回越してきてます。そう。本気な恋がしたいから。そう、それは分かる。その妥協できない、付き合ってみようみたいな、それが分からんもん。あ、それは分かる、確かに。7年の中で、うん、この人いいかもなって思った人おった？あ、でもおった、それはおった。あ、いたんすね。なんでダメだったの？それなりに良かったけど、まだ俺すごい見ちゃうじゃんね、年数を見ちゃうというか。年数？もうほんと年単位で見ちゃう相手を。だから大体気になったらさ、1ヶ月とか気になって、あ、好きになって告ったりするじゃん。けど俺はもうそれを年ぐらい見ちゃうんだよ。あー、分かる。年単位で出会ってから1年以上経たんと付き合いってことね。確かめたいんじゃない？そう、なるほど。本当の上辺だけの、そう綺麗事じゃないか、まあ、実際に見たいみたいな。それはなんか分かるな、俺も。し、逆にこっちも知ってほしいし、うん、1年間かけてさ。でもね、それめちゃめちゃうざいね、女からしたら。この奥手男何ってなっとるやん。いつまで待たせんのみたいな。だから女の子は不安なわけやん、うん、なんかさ、それでも耐えれる子がいい、うん、じゃあなんかあるかないか分からん恋に、このなんか時間をさ、ずっと費やさないといけないって、うん、そこはなんか悪いと思う、女の子からしたらね。あ、まあ、でも男の気持ちとしては、まあ、慎重なんですよね。まあ、それに耐えれなかったと。そうだね。で、あっちから去ってた。という嫌なところも見えちゃう。そうだね。うん、違うところは見えて。まあでもね、あれだよ。そんなこと言っとれん年になってきたわけだよ。まあそうだね。28から2年待ったらもう30だよ。柴田っていうね、YouTuber がおって、なんか、まあ皆さんご存知かと思いますけど、あいつが、なんか、俺に対してね、突然煽り始めたんですよ。なんだと思ってちょっと動画見てみたら、まあ、朝倉未来は弱虫だと。まあ、なんか彼の話によるとね、まあ、最近撮ってるあの街の喧嘩自慢に、プロ格闘家スパーリングに誘ってみたって動画に対して、弱いやつとしかやってないみたいなね、言ってるんですけども、まあ、彼も言ってたけど、そもそも俺より強い人を探すのが難しいというかね、まあ、喧嘩自慢で俺より強かったらえらいことになるから、まず、うん、もし勝てるようならね、あのプロ格闘家のトップレベルでやっていけるわけですし、なんかぬるい動画ばっか上げやがってみたいな言ってるんだけど、全部100万再生超えてて、まあ、そんだけ見たい視聴者が多いってことなんですよ。ということはね、もうその時点で需要があるというか、見たいやつが多いものを提供するのが YouTuber なんで、まあ、ぬるいっていう話ならね、お前の動画の方がぬるいぞと。人の弱み、時事ネタとかね、なんか、人の弱みにつけ入って、なんか、それっぽい、正論っぽいことを言うだけの動画ばっかり上げてるんですけどもね、お前の動画の方がぬるいぞと、まあ、言いたいとこですね。で、なんか、その、喧嘩自慢ももっと百何十キロあるやつとやれみたいな。言ってるんですよ。別に全然俺やってもいいんだけど、さすがにやっぱなんていうかな、そんだけ体重あるとこっちも手加減できないわけですよね。本気で振り抜いちゃうっていうか、だから怪我する可能性あるんで、別にやってもいいんですけど、そういうなんか同意書がもらえればね、うん、まあ、逆に連れてきてって感じ。ライジン、今僕が出てる団体のライジンのことに関しても、まあ、その上の階級のオファーを断って、自分の適正階級でしか試合をしないから弱虫だと、
まあ、よく分かんないことを言ってるんですけども、まあ、彼もね、あのアウトサイダーっていう元々、不良が集まるアマチュア大会みたいな大会に出てて、まあ、僕も一緒に出てたんで知ってたんですけど、まあ、格闘技をやってるってことはね、階級についてどんぐらい大切かっていうのは多分本人が分かってると思うんですよね。ああでもそっか、彼はアマチュアのアマチュアでしか試合したことないからな。こういう一流の舞台にも一度も立ったことないから、こうレベルの高い同士の体重差ってことが分かってないのかな。しょうがないか、それは分かんなかったみたいなんでしょうがないですね。まあでも本当に体重ってすごい重要で、ボクシングとかも3キロごとにあの階級が分けられてるぐらいすごい大切で、で格闘家の、皆さんもね、水抜きって言って、試合の計量の前日に水を5キロ抜いたり、もうめちゃめちゃきついんですけど、で次の日に5キロ戻すとかね、そういうもう命がけみたいなことをしても体重にこだわるぐらい、体重って重要なんですよ。それを僕はもう元々その体重が増えない体質なんで、上の階級でやれって言ったら試合の当日多ければ10キロぐらいの階級差が開いちゃうわけですね。そんな中で、まあ、応援してくれてるファンもいる中でね、その上の階級に出て自分が負けるっていうのは、ファンも悲しむし、まあ求められてるところじゃないと思うしね、まあ、そもそも本当にその上の階級でレベルの高いところに行ったら体格差でやっぱり勝てなくなっちゃうんですよ。同じぐらいのその技量というかテクニックを持っていたとしてもね、フィジカル差とかで、まあ、だから僕はその適正階級で試合をするっていうのは、まあ当然のことを言ってるだけなんですけども、まあ、それに対してその逃げてるとか、まあ本当にわけのわからないことを言ってる、逃げてるとかそのどの口が言っとんだっていうね、こっちからしたら、なんか他の格闘家も金、まあ、YouTuber で成功して金を持ったら格闘家として終わりで、その他の格闘家も今まで代々そうだったみたいな、まあ、いろんなその格闘家のこともねディスってたんですけど、なんかそもそも一流にもなってない、格闘家としても成功してない、お前が何を言ってんだっていうね感じなんですよ、こっちからしたら。斉藤光さん、何を言ってるんですか、あなたは。頭大丈夫ですか。とんでもないこと起きましたよ、うん、あれは柴田が挨拶に来て、うん、めちゃめちゃ手してて、ね、初めて会ったよ、うん、でも動画と全然違くて、うん、なんか今日よろしくお願いしますみたいな、うん、マジビビったもんね。でその次ですよ、衝撃発言、何を言い出すかと思ったら俺に曲げてくれませんかマジビビったからね。やばいよね、土下座とか始めて、うん、でなんか金2000万払う3000万でいい、俺が3000万って言ったら3000万でいいですみたいな、すごいな、やり方したいよみたいな、うん、で15年ぐらいなんか格闘技やっとるから、なんか力説しとったよね、うん、こういう大舞台で俺みたいな選手に勝ちたいみたいなちょっと笑いこらえるのあんな土下座マジ久しぶりにみたいな感じでめちゃめちゃ安い土下座だったな、うん、めちゃめちゃしつこいわけよ、うん、めっちゃしつこかったよ、ほんとに飛びつき腕十字記者開始とともにやるから俺になんか負けてくださいみたいな、そんなんで決まるわけないよ俺におかしいと思うよみんな、うん、分かってないからよく分からんけど、でまあ、とりあえずあまりにもしつこいからさ、うん、3000万もらえるんだったら負けますよみたいな感じで返したんだけど、逆にボコボコしたのかな
朝倉未来はね、弱虫だ。ちゃんに名前決まりましたね、うん、ツイッターで投票して、でまあ結構多くなんかいいね数を獲得している中の名前を4個絞って、また質問コーナーでね、うん、やったんですけど、ひなこが一番いいということで、確かに色が似合っとるしな。そうっすね、ほんまに可愛いな今もう買い始め何にしたっ5日ぐらい経ちましたかね。ちょっと大きくなった感じするな。そうなんですよ、100何グラムぐらい増えたかな、多分。もうこんな懐いてね佐々木くんに懐いてるでしょ。懐いてますね、うん。あらペロペロしてる、かわいいな。なんかフローリングがねダメっていうことを聞いて、うん、そうですね、佐々木くんがいち早くもう買ってます。もう次の日に、はい、おおおいけ、レッツゴー、レッツゴー。おお、運動したいんだろうね。うん、向こう走ったら多分ついてくる。下目線。はい、はい、はい、よしよし、呼んで、佐々木くん、きのこちゃん、はい、起きてきた。かわいいな。うん、もう名前わかるのかな、この子。最近ちゃんと反応するんですよ。きのこ呼んでるよ、はい、きのこ、きのこいで。おお、すごい。かわいいな。散歩いつから連れてくるんだろう。散歩どうなん、もうちょっと大きくなってからかな。おった。尻尾振って遊びたいんだろう。いや、僕はね、あの一軒家っていうか海外風の豪邸みたいなプール付きのホテルのもう昔から夢だったんで、吉田くんとかってね、うん、もう昔から飲んどる時から言っとったから。言っとったね。もう実現しますよ、今です。いや、すごいことをしてきたなと。そうそう、まあ、言ってもね、吉田くんはさ、そんなのできるわけないって感じだったでしょ。まあね、当時はね、余計に何もない時で、何もない時から言ってますから、ね、すごいっすね、そのあれが。いや、でもそのことをブレずにずっと思い続けてきたから、うん、こういう風になってきてるんだと思うけどね、うん、あ、無理だってなっちゃったらさ、諦めたら終わりじゃん、うん、そこ、うん、あと一番でかかったのは、周りのさ、同い年のやつらとは違うんだっていうの言ったんだよね。じゃそれが同じで、俺の中で一番、うん、その糧になってきたんだよね。あの試合のたびに思ったんだもん、このアウトサイダーの時からさ、うん、ここで負けたら一緒になっちゃう、うん、って思ってた、ずっと、うん、でもなんか、まあ、今となっちゃさ、うん、まあ、同級生とかも全然その遊んでもいい、遊んでもいいとか遊びたいなとか思うし、うん、けど当時はさ、なんかやっぱ勉強とかしずにグレてたところ、うん、なんか逆に白い目で見てたじゃん、みんな多分だろう、ね、それも知らんけど、うん、俺
俺からしたら、そっちはなんか、なんていうの、なんか、ロボットみたいなイメージだから、俺は。俺からしたら、みんなが。言われた通りのまんまね。そうそうそう、その世の中のさ、先生とか親の言う通りみたいな。はいはい、そうだよ、実際。だから、それが嫌だったから、俺らは自由にしとったよ。そう。だから、そこずっとあったから、ある意味感謝してるしね、そういう部分では。そうだね、うん、まあでもあれだよ、簡単な道のりじゃなかったしね、俺もなんか相当努力してきたし、みんなが遊んどる間にさ、俺は別に練習とかしてきたわけじゃん、今はなんか、宝くじみたいにラッキーできたわけじゃなくてさ、本当に実力でなんかなんかこう過ぎて見てしまえばさ、大した努力じゃなかったように感じるけど、そのもうこなしてきた試合とかもさ、もうアマチュア含めたら二十何戦しとるやん、これって二十何回さ、あのリングに立っとるわけよ、その度に減量したりさ、その期間に向けて毎回誕生日なんかないことになったことばっかだし、誕生日の前に試合だからさ、飲みもできんじゃん、とかそんな我慢がリスクを背負ってきたって感じ、そういう部分はあるしね、マジで。だから半端な努力じゃ来れないと思うし、みんななんかやりたいことあったらさ、何でもそうだよね、どのジャンルでも、だからね、ハングリー精神はずっと残してないとダメだよね、ハングリー精神、みんながミクルがすごいのはさ、当時からそれめちゃめちゃ頑張っとったんだけど、陰で頑張ってた、特別俺らと遊ばん、全く遊ばんくなったわけじゃないからさ、そうだね、そのちゃんと遊ぶ時は遊んで、例えば飲み行って帰ってからめちゃめちゃランニングしたりしてたり、飲んで次の日関係なく朝からねランニングしたり多分してたと思うし、それがすごいよね、それを日なんか日々続けてたし、そうでしょ、影で努力しとったよね、まあでも昔からそれはなんか俺のポリシーかな、見せるもんじゃないかな、確かにね、確かにね、それはそうだね、努力を見せるもんって考えてる人って多分結果出せないと思うんだよ、俺はね、なんかそのやってることをみんなに認めてもらって完結しちゃうと思うんだよね、そういう人たちって、だからなんかやってすごいでしょ、あすごいねって認められちゃったらもうそこで終わっちゃうというか、俺はなんか努力をしてすごいでしょっていうよりは結果派だからさ、結果が全てのタイプだから、まあ、そのプロになったらさ、過程を少しは見せないといけないっていうのも分かるけど、そのなんか練習風景とかをさ、こう SNS とかに載せて、例えばそこでなんかすごいすごいって褒められて満足しちゃったらダメだと思うんだよ、その練習を頑張ってるところをで満足したらさ、終わりだと思うんだよね、そうだね、まあ何でもなんか言わない方がかっこいいですよ、その辺にさ、夢とか目標とかをさ、先に言うのは俺かっこいいと思ってるよね、ああ大きな夢よ、大きなね、不言実行よりもそういう言っちゃって実行する方がかっこいいと思うけど、そういう方は、努力に関しては言わない方がいい、そうだね、そもそも佐々木くん、あの一軒家に住んどったじゃん、あれ最初一人暮らしで住んでたの、あ、そう一軒家を一人暮らしで住もうと思うよ、発想的に安いんですよね、確かに10万ぐらいだっけ、あれ10万ぐらいですね、あそこで佐々木くんが下に家を決めたことによって、俺と佐々木くんはこう出会ったからね、結局電車で出会ったじゃん、ジムは一緒だったけど、別に関心もなかったし、俺その電車で一緒だったからこそ話して一緒に YouTube やるってなったから、あの時シモの家を選んでなかったら一緒にやってないもんね、やってないですね、多分マジで本当にすごいとこまで来ましたね、こんな車乗れんよ普通、いや本当ですよ、佐々木くんは車乗ってんの、 BMW 買ってたじゃん、はい、あー乗ってます本当に、いや車ね、マジで夜ドライブ行くとめっちゃ楽しいよ、そうなんですよね、どこにドライブ、上開けて、俺お台場とか行っちゃったけどね、行っちゃったよレインボー通ってのお台場とか行っちゃったよ、絶対バレるでしょ、そうめちゃめちゃ気づかれてる、朝倉未来だって動画で出しとるからね、あそうか、でこの車乗ってる人少ないじゃん多分、
指刺される、指刺されるし、一回追いかけられたし一番最初 YouTube 始めた時は4月ぐらいだっけ、佐々木くんとかでちょこちょこ電車で会うたびに YouTube やろうと思っとんだよねって俺が言っとって、はい、でやった方がいいですよみたいな感じでね、そうめっちゃ押したっすね。なんか俺記者会見動画がめっちゃ伸びとって、うん、なんか他の選手も天心くんとかさ、堀口選手と か、うん、なんか俺より知名度ある選手たちよりもなぜか俺の記者会見の動画とかが伸びとったんだよね。50万再生とか値段だけで、あ YouTube これもしかしたら成功するかもしれんなってことで、まあ、始めたって感じかな、うん、でも最初ちょっと悩んどったっすよね、うん、それはなんかね俺全部予想できたんだよね始める前に、うん、懸念すべきところもう今実際そうなってるけど、うん、格闘家としての箔がちょっとなくなるなっていう、うん、そこはもう間違いなくなくなってるしね、うん、本当は格闘家はなんか謎に包まれてた方がかっこいいじゃん、実生活とかはほとんど映さずにさ、うん、試合の時だけ見れるぐらいのがやっぱ、まあ、何してるか分からんすね。そうそうそう、今までがそうだったからね、うん、まあそうだったね、ずっとそこと有名になることはやっぱ絶対じゃん、成功する上で YouTube で、ね、だって格闘家が格闘技っぽい YouTube やってて伸びるわけないと思った、初めから、うん、YouTube で成功しようと思ったらそこはなんか売らないといけないとかさ、魂そんなのなんかやる前から分かってたよね正直。3日で1万人ぐらい行って、すごかったね。格闘家 YouTuber っていなかったじゃん、八千くんと堀口くんぐらいだったから正直その時は。そうですね、2人とも格闘技っぽいことやってたから、完全な YouTuber っぽい作りで始めたの俺が一番最初と思う、格闘家の中で。だって甲斐なんてさ YouTube なんか絶対やらんって言ってたからねで俺が成功して俺もやろっかなとか言って1ヶ月後にもう、そうそうそうだから先見の明があったかもしれない俺には。もう今じゃみんな格闘家も YouTuber っぽくやってるじゃん、まあ、格闘家っぽくやってる人もいるけどさ、ほぼやってんじゃないか、ほぼやってるね、いいことだと思うよ、いい流れだと思うし、そもそも SNS の中で一番 YouTube の利用人口が多いじゃん。 YouTube を使ってない人って結構少ないと思うんだよね、探してもだテレビと同じような感覚になってきてるから、そういった点で YouTube の市場でバズってるっていうのはすごいことやね。あ、王子懐かしいな。たくまとさ、YouTube 始まった直後さ、たこ焼きよく食いったな、銀だこ。行ったね、銀だこ。銀だこ行ったり、寿司食ったり。たくまは YouTube 始めて1ヶ月後ぐらいに引っ越してきたんだっけ。そうだね。俺、たくまのすごいところはさ、もともとブランドをやるために俺呼んだんだよね。うん、YouTube とかを全くやるつもりはなくて、でもブランドの販売を俺はしたかったから、それで東京来てくれっていう話だったんだけど、そもそもブランドなんか展開するまでに結構時間かかるわけやん。うん、なのに、たくまはなんか何にも確立されてない状態で来たじゃん、ツタヤで働くとか言ってで、たくまが来るっていうのもあって俺 YouTube 始めといて、保険でなんかちゃんと給料を支払えるようにしといた方がいいなと思って始めたんだよね。だからちょっとそれも良、うん、かったことかもね、たくまが来てくれるってことで踏み切れたっていうのもあったかもしれない、うん、でも何にもない状態の時になんで来ようと思ったの。すでに確立されてたわけじゃん、ある程度その50万とかさ。まあシンプルに楽しそうだな。でも設備の仕事も楽しかったでしょ。あ、めちゃくちゃ楽しかった。それはやっぱ現場も好きだったし、うん、60歳まで一生懸命現場頑張って、まあ、自営で、まあ、大体相場っていうか、もうみんないろんな人がやってるじゃないですか。まあ確かに、ね、一生懸命頑張って多分ここら辺までなんだろうなっていう、あ一台で築ける資産みたいなの、うん、そう大体今これぐらいだなってなんとなくわかるじゃないですか、うん、だけどこっちはマジでわからなかったんで。まあ、俺は夢語るしね、よく。たくまと仲良くなったのさ、うん、なんかあんま動画では分からんけど、たくまはすごい志高かったんだよね。まあ、貧しかったっていうのがある。家庭環境が。そうそうそう、ね、でもみくるとその地元で2人で飯食ったりしてて、なんか話してるの楽しかったんですよ。確かに、なんか僕も結構地元の友達とかにそんなことできるわけないだろうみたいなこと語ってたんですよ、うん、だけどなんで分かってくれないのかなみたいな。だけどみくる結構理解してくれてたんで。そう、同じようなこと考えてた俺は、うん、結構たくまと2人で飯行ったもんな、ね、ウイスキーの店行ってさ、ね、宇宙の話してね。そう、宇宙の話して俺がなんかタイムマシン作ろうとしてうつ病になって、それで一回相談乗ってもらってみたいな。2人で領域展開しとったもんね、マジで。そう生まれも佐々木君大阪なの。生まれもそうそう。生まれフィリピンじゃない。違う母さんがフィリピンでお父さんは日本人でしょ。そうそう、だから普通に大阪で生まれて日本暮らしみたいな。で、片言の大阪弁のお母さんが誕生したと。そうそう、今日おるのかな、家。よ、おるって言っとったんですけど。さっきの母ちゃんの面白いとこは、片言の関西弁なんですよ、ね、それ今言ったんだよね。
だから関西弁って言いました、ね、言ってたでティッシュいるわけ言ってくる僕とミクルだけで部屋いるときにティッシュ持ってくるんですよ。なんで何やっとると思っとんのかなティッシュいるヒロって言って入ってくるんですよ。ティッシュはいらないっすって言ってでしたらなんか卵焼き作ったけどいるみたいなあじゃあ1個もらいますみたいな感じでそしたらなんかまた5分後ぐらいにティッシュいるって帰ってくるまあなんかこぼれたと思ってるんですけど多分分からんけど綺麗にしてみたいな感じ。ティッシュはいらないっすって言って佐久間の母さんに会ったことないっけ俺。会ったっけ1回なんか見たことあるわ俺の母さん、うん、なんか電線かなんかさ豊橋の時にさ切るカッターかなんか借りに行ってさあー番線カッター番線カッターかな番切りみたいな、うん、何やろうとしたんその時は。じゃいやそれは何だったか忘れたけど当選パクろうとしたんじゃないのそんなそんなでかくないっすよ。ちっちゃいやつだねこんなやつだね、うん、あそれなんでかわからんけど当選パクろうとしちゃってその発想できる時点でこの人一番危ないっすよ。ニッパーみたいなやつかその時ぐらいがあったの佐久間の母さん。それ俺は覚えてないんだけど、ね、いや俺は覚えてるよふわっとどんな顔しとったかなって、うん佐久間に似てるんだ。いやちょっとなんか怖そうな顔してない怖そうな怖そうっていうかなんか目つきがいいというかさなんか母ちゃんも職人だからね。ああそうなんだ。そう電気工事士ですね。へえかっこいいよな。すごい、ね、地元で女性で電気工事士が一人だけだったらしいです。へえそうだから人気だったらしくて家の中に入るじゃないですか電気屋さんって男性がこう汗だくで入ってくるよりもそういうことね。そうそれでなんか結構お客さん多かったりです。吉田くんの母さんはもう吉田くんラブって感じだもんな。めちゃくちゃ一番愛情を感じるよね。確かに愛情強い。僕も一回しか見たことないですけども抱きつきたくなったんですよ。どういうことですか。まあまあ福岡だからね。確かに吉田くんと似てないよね全く。似てない、ね。親父さんの遺伝子強すぎでしょ。そうだね。似とるもんね。でも、うん、妹いるんだけど、うん、妹たちはやっぱね年取るにつれて太ってきてるから。へえ。全員背高いですよね吉田くんち。妹たちも二人おって170超えてるでしょ。そうだね。170超えてるんですか。すごい。モデルやん。いやでも横が出てきたから。横が出てきた。全然モデルじゃないよ。吉田くん東京来る時は家族にはなんて言ったの。普通に東京行くって。東京行くって、うん、なんかちょっとだけ行くみたいな感覚で。いや違うよあんま良くないと思うんだけど周りにも家族にも前々から言わなかったんよね。僕にも言わなかったで岡浩平泣いたんでしょ。岡浩平には来る3日前ぐらいに行って人は泣いた岡浩平すぐ泣くじゃん最近涙の価値落ちてきたよねすぐ泣くもん喧嘩したら泣く。うん、そうそうそう。俺吉田とはそうなりたくはないとかマジでメンヘラなんだよ。可愛いんだよ本当に。家族の反応どうだったの。びっくりはしてたけど、うん、俺がもう行くって言ったから決めとったから完全に、うん、まあ、行っても無駄だろうなっていう思いもあるからね、うん、特になんか反対も一切しなかったし。まあ結構勇気いるだろうな。でも東京に出てくるってね。だって海もさ東京来るとき俺たち地元で練習しててほとんど練習相手もいい練習相手おらなくてさ、うん、環境悪い中でやっててでロード FC とか出ててさ韓国のその相手とかってさ東京みたいな感じでめっちゃ集まって強い人たちがその中で練習して切ったじゃん。でも俺たちってレスリングとか教えてくれる人一人もいないしって中で負けたときにこのままこの環境だときついでしょみたいな。でまあ今のその朝倉未来1年チャレンジにもつながったんだけど、うん、環境が変われば人は強くなるっていう。それで俺たちも東京に出て堀さんが言ってくれて東京行くかってなったけど海は結構悩んでたよね。やっぱあそうなんだ。だって高校を卒業して結構頑張って就職してさいいとこ入ってたじゃん、うん、一生安泰的なさ。そうだから結構悩んでたけどあ行くぞって俺が言ってしたら行くかってなって、でも来てよかったでしょ。研究部世界一を目指すなんて言うようになると思わなかった。アウトサイダー出身のさ俺だし海ももともと俺が誘ったじゃん路上のスパーリングから そ,、ね、その男が世界を目指すって言ってんだよ。すごいよね。すごいよね。うわー懐かしい。俺の家ここっすよ。セブンイレブンが横に入りすぎて行きまくっちゃったっていう真横ですから懐かしいの。そう俺ここに住んでましたからね。懐かしいクソ懐かしいじゃんここであの125のバイクで迎え来てもらって佐々木くんち行って深夜まで編集してで一緒にこうした方がいいんじゃねみたいな感じで、うんうん、次の日朝6時起きよこれほとんど睡眠なしで行って練習してみたいな。きついな。その時俺も朝練に撮ったっすね。確かにどうやってなった。最初どういう順番なの。最初はこう吉田とこれで同級生だから、うん、でこれよおお絶対うまくないこれ絶対うまいね。ミクルがその1個下で入ってきて
だから岡とかは結構なんかごたごたあったけど、小学校の頃ね、小学校の頃からあったんすか。そう、中学もあったやん。あったね。俺はなんか帰る方向とかも一緒で、あんまなかったんだよ、ごたごたが全然ね。どういうごたごたがあったんすか。まあ、みくるは敵だったね。敵だったよね。敵だったから相手にしてた。いや別に、そんなに俺はあれだったけど、どうしようこれ。敵だったっていうか、そうかな。いや、なんで偉そうなのって感じだった俺は。そんなに。あ、そう、じゃあこっちもなんだよね。こっちもなんだよ、ね。そうなんだけど。そうなんだけど。お互いに、だから。わかるよ。だけど、俺は、そういった差別的な見方がないから、だからみんな平等じゃないのみたいな感じの、なんでそんな偉そうなのだったわけ。でそっちは多分、年下なのになんでそんな偉そうなのだったわけでしょ。まあ、そうっすね。そうね。まあ今考えたらね。でしょ。うん、今考えたらなんだけど、俺の方が正しかったってことでしょ。うん、だからそれ謝って。なんで謝る。拷問かいこれ。時を経てさ、自分のが間違っとったんだったら謝っていい。そうだね。すいませんでした。いいよ。どういう感じのあれだったの。まだこじくんのか。どういう感じ調子の。謝って終わったじゃねえか今。調子乗ってはないでしょ別に俺は。それ見てるじゃなくて、どんな感じで出そうだ。こんな感じ。なんか上から見てくるじゃん。俺が上から見てくるの。俺の方が背がでかかったからしょうがない。俺はです。これなんだよ。これなんだよ。確信つかれると人間って怒れるでしょ。分かってんだよ自分でも。だけどね、若い時ってか中学生とかさ、力でなんとかなるんじゃないってなるじゃん。力もこっちの方が上だったから、てんやわんや。こんなもんよ。聞いたならもっと喋れや。そのごたごたが終わって、どうも仲良くて。危ないよこれ。そうだ。仲良くなったの、そうだね。急になったって感じ。急に本当に一時的に。どういうタイミング。でも俺は、よく一緒に帰ってるのもしょってん。うん。中学の時に。そうだね。だから、特にあれだったんだけど、もう毎日暮らすようになったのは、頃からですから。あれは、俺が高校ちょっとだけ行ったやん。うん。あの辺じゃない。そうだ、16とか。15か。15だかね。15歳ぐらいの時だね。あ、でも中学卒業してから行った。そうだね、うん。高校はみんなバラバラ。みんなバラバラ、うん、あ、いけそうっすね。いけそうだね。これブリ絶対完全にブリ。高校みんな違うんですよ、うん、みんなで一緒のとこ行こうとかならなかった。うん、ならなかったね、うん、特にそう。俺は高校行きたくなかったから、そもそも。そう、そもそもね。でも、なんで行ったんですか。親が行けっていうか、あ、選択肢は与えられなかった。高校に行くか、一人で暮らすかどっちかでしょ、うん、中学卒業と同時に一人で暮らすのも無理だ。まだ早い。田岡君がさ、一時期アウトサイダー俺が出始めた頃ぐらいに、田岡君もまあ自分が強いうるさかったからジム来て見つってやったんだけど、油がすごくてさ、体すっぺんなわけで、腕十字とか全部抜けるわけ、ぬるぬるで。チャージで。これ悪口じゃないの。悪口じゃない、才能ですよ。いやもう油ギトギトのやつってなってるじゃん。もうコメント欄溢れ返ってるでしょ。岡くん油ギトギト。いや、岡気にすぎ。そう。それは。アンチを気にすぎだよ。俺ららしく行った方がいいよ。そうだよ。子供で気にしなかったじゃん、そんな。油ギトギトらしく行きたくねえだろ。さすがに。でも、自分でも強みだと思ったでしょ、あの頃。うん、ちょっとね。ちょっとだって入れさしとったもんね。練習時とか、行くみたいな。じゃあ、効果をつけたらトゥルンっていくもんさ。ミクルたちも、あれみたいな。え、3人は毎日何してたんですか一緒に。やっぱね、でも趣味は違ったんだよね、はいはい、岡だけ趣味は違ったから、寝に帰ったりするのはこの家なんだけど、遊びに俺らは出かけるみたいなね。一緒に遊ぶけどよく遊ぶんだよ、うん、遊びに行っとったの。俺らなんかアウトドア派だったからさ、外が好きだったから。で、岡はでも結構家でなんか漫画みたいで好きだよね。 あと、とりあえずもう金なくて、でもお酒飲みたかったから、うん、酒を飲むっていう、あの家の安いやつをひたすら飲みたい。あ、そうだね。でも遊びたい、外で。じゃあ飲んどるからまたおいでみたいな。ああ、なるほど。で、来て飲んで。完全に家じゃないですか。そう、うん、そう、完全に家。帰るときは家こっち行く。とりあえず岡くん家帰るみたいな。そうでも原付でよ走っとったらね、俺たち。あ、そうだ、ね、それが楽しかったけど、本当に若い時ね。あの頃がすごい自由を感じとったな。まあ、知らないでしょうね。にアウトサイダー紹介したんですか。紹介したとかじゃないと思ってるけどね、俺は。紹介したい。じゃあ、まずあるよっつって。まあでもそうでしょ。うん。だから、うん、喧嘩もリングでやれば、喧嘩じゃないから、みたいな。まあだから、岡が教えてなかったら、もしかしたら格闘家ではないかもしれないってこと。
じゃないかな。おお、なるほど。まあ、でもあんま繋がらんじゃん、うん、格闘家と、うん、格闘技家に入ろうってあんま思わないじゃん。まあ、その時めちゃくちゃ俺が好きだったからね。奥野はめっちゃ好きだったんだね。奥野くんがその違う他団体のアウトサイダーじゃない結構ちゃんとしたしっかりした団体だったらミクルは興味を持たんかった可能性もあるね。アウトサイダーだからっていうのもあったんです。それは絶対ある。確かに全国の不良よ集まれっていうさ、そういう全国の腕自慢が集まって喧嘩自慢がやるっていうコンセプトだったじゃん。そうだね。それに惹かれたもん一撃で俺。その一言にやられた。いや俺もともと暴走族時代の時から、うん、もう全国を制圧したいと思ったから。あの普通になんか腕っぷしだけで負ける気はしなかったから誰にも、うん、当時天狗だったからさ、うん、そうだね。喧嘩で俺が一番強いんじゃないかと思ってたからこの世でね。そうショッカーか。本当そうだよ。だから普通に話してたもん仲間たちとも。そうでなんか次どこ行くみたいな。なんかね、あ次どこ攻めるみたいな。そうそうそう。隣の町とかさ、戦国時代やマジやってる。マジそうだよ。どこの素人っすみたいな。そう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 。そういうノリだったから本気で。うまいわマジで。エビが。でそのそういうさ世界で有名な人は名前ぐらいはやっぱ出てくるわけじゃん。うん、例えば織田信長みたいな感じで、だからそこのそっちを攻め込んでいくみたいな。たくま、あ、映ってないもんあれだけど、コカバに似てられないか。カバの子供。コカバたくまがさ、メガネ入れてさ、手元とかからこうやって出て耳プルプルやったらカバじゃん。わかる佐々木くん。唐突にディスってきたから。ディスってめちゃくちゃリスペクトしてるから。かわいいな。見とる？見て、あれ風呂からこうやってめくる似とる。タグマカバ、うん、じゃあコカバ誰かの名字みたいに言うじゃん。誰か誰なのかな。コクボみたいな。コクボって言うな。ただのカバの子供。すごいね、ここ最近将来のビジョンが決まってきまして、まあまずはあれですよ、海外でビジネスをしたいっていうのはちょっとありまして、それ1年その後にやっぱり田舎にね大豪邸を建てるの、もうこれはもう二十歳ぐらいの時から夢でしたから。ああ言ってましたね。もうね、うちの2000坪とかの土地をね買い取って、もう車でガーッて扉ガー開いてみたいな、プールついてて、もう温泉もあってみたいな。温泉行きたいですね。だから地元って言ってるらしいですよね。いや分かんないです、それは。あ、正直向こうの近くならどこでもいいみたいな。いや、それはしかも分かんないし、田舎に住みたいんですよ。地元じゃない、こだわってないんだ。こだわってないです、そこは。プール付きで、まあ映画とかついてて、2000坪とかですよ。すごいデカさですよ。海外風の ねやつを建てたい。で、まあジムとかついてて、でそこを拠点として、まあジムを作りたいですね、近くに。でまあ格闘技はやっぱ教え続けていきたいん で、まあ格闘技やめても趣味程度には続けないんですよ。男って強くてそうはないんですから。まあそうだね。なのでね、他にやりたいことって言えば今見つかったのがギターですね。おお。ギター、歌を書いてみたいんですよ。あ、歌をね、作詞作曲していきたいのと、あとボディービルみたいな感じの試合は出ないんですけど、ちょっと体をでかくしてムキムキにしてみたいっていう。今はちょっとこれはもうなんかウエイトトレーニングは格闘技の試合において俺はしないっていう考えなんですよ。重くなってスピード落ちるし弱くなると思ってたので。でもなんかもう見かけだけかっこよくなるためにちょっと体重とか85キロとかにしてフィジーク、ね、そうムキムキにしていきたいなっていう。プロトンさんとかね。そう、まあ、あそこまでなんか絞ったりは絶対しないですけど、ちょっとなんか体鍛えとんなっていう、明らかにベンチプレスとかそういうのを毎日。明らかに今でも鍛えとんなって感じだけど、一般人これはなんか動ける体じゃん。それをもっとなんかもうちょっとゴリッとさして、かっこいいなっていう外人風呂をまずしたいですね。外人で、あとね、飲食店挑戦したいですね。まあそこはね、なんか正直売り上げとかはそんなに興味は持ってないんですけど、まあこう焼肉とかさ、みんなが集まれるようなたまり場的な、ね、そう飲食店を趣味程度にしたいことと、あとはもうこのブランドですよね、今やってる。ありますね。なんか本当に素材とかにこだわってさ、
はじめまして、朝倉みくるです。今回からね、YouTube に動画を投稿していくことが決まりました。いやー、楽しみですね、YouTuber。前々からね、やろうと思ってたんですけど、少し迷いとかがあって、なかなか始めるまでに時間がかかっちゃったんですけど、有名になりたくないっていうのがあって、YouTube をやるのに矛盾してるんですけど、まあ先々のことをこう考えたりすると、プライベートの時間がなくなったり、まあ少し辛いのかななんて思ってたんですけど、まあ僕は格闘技をやってまして、試合がテレビで放送されたり、まあそれこそ YouTube に動画がアップされたりしてて、最近すごくね、その声をかけられることが多くなってきたんで、まあ、どうせ知られていくなら、まあ、やりたいことをやろうじゃないかと思い決めました。